Google フォームのデフォルトでは、フォームの回答の下書きは、回答者が最後に変更してから30日間またはフォームへの記入が完了するまでのいずれか早い時点まで自動的に保存されます。自動保存を無効にするには、フォームの上部にある設定をクリックします。プレゼンテーションの横にある下矢印をクリックします。すべての回答者に対して自動保存を無効にするをオンにします。あなたは今、新しいスキルを学びました。